ずっと自民党政権になってもう嫌なことばっかし続いていて、まあ、集団的安保のことを、えー、非核三原則のことを、敵基地攻撃能力なんかのことを、今回の裏金のことを、もうお金のことはもうずっとあの自民党批判されてますけど、えっと、国民があんまり怒らないですよね、日本人というのは。えっと、メディアは結構つっつくんですけど、まあ、ワイドショー的な突っ込み方だけで本当に怒っているのかどうかわからないですで。国民は選挙にあんまり行かない怒らないいい怒らそういう 国民選挙制度も含めて、ですね国民に対して、日本人って、どう思ってますか世の中がこれだけひどいことになったのは、やっぱりボケた大人の責任だろうなというふうに思ってます。で そのボケた大人っていうのは選挙に行かない人たちのことなのかっつったらそれだけではなくて選挙に行ってもボケた投票してる人たちもいるってことですだから目の前にある地獄だったりとか生活,の生活の厳しさだったり社会的状況がどんどん悪くなっていくってことのこの現実っていうのはいきなり生み出されたものではないってことです数十年にわたって私たちが積み上げてきた現実が今なんだっていうことを考えるとそのボケた大人っていうのは私なんだなってことなんですつまりは 原発が爆発するまでは私はもう社会的なことには何も関心を示さなかったんですよ。で、私もともと役者やってたんですよね。芸能界にいた人間だったんですけど、芸能界で社会問題に口を出すって得することないんですよ。逆に言ったらマイナスしかないんです。社会問題に意思を投げたら、 当たるのは企業なんですよ。原発もそうでしょ東電じゃないですか。東京電力だけじゃなくて、いろんな、えー、電気メーカー原、原子炉作ってるような電気メーカーだったり、お金出してる銀行だったり、建設会社だったりとか、様々な社会問題に対して意思を投げたら、何かしら資本に当たるわけですよね。だから芸能界っていう立場で言うと、 その資本っていうか企業が神様なんですよ番組を作るのにも映画を作るのにも舞台を作るのにも企業がスポンサーしてくれてお金が出るからってことなんですだから自分からは何かしら発言することなかったんですけど我慢できなくて言っちゃったんですよね原発の時にで言うだけでもう仕事を失うんだったら上等だと思って気がついたら今ここに立ってるんですけど、まあ、走りました間 <laughs> すいません長くなるんでねで そのボケた大人のせいで世の中が壊れたっていう、つまりは世の中を壊してきたのは自分なんだなってことに気づいたから、やっぱり世の中変えるしかないなっていうところに行ったんです。で、今の状況の中でまだ眠りの中にいる人たちに、私はなんだろうな、なかなか批判的には物言えない。どうしてかというと自分がそうだったから、無関心って言われるものの先頭だったわけですよね、自分自身が。それを考えると、やっぱりもう一回みんなと、 確認し合うというか、世の中を変えるためにはあなたの力が必要だ。で、あなたは世の中を変えることができる力を持ってるっていう確認を、やっぱり一人一人としていく。その人その人が気がつける言葉を、えー、駆使しながら話しかけていくっていうことを、もうすでに目が覚めている人たち、気づいている人たちが、その周辺でやっていくっていう方法が一番確実で早いんじゃないかな。 それを大々的に何かやれないかなと思った時に私は政治っていうものに足を踏み出してさらに6年間で自分がやってきたことに関してある意味やりがいはあるけどガス抜きにしか慣れてないんじゃないかなっていう思いがあったんですよ分かってる人たちの間だったりたまに気づいてくれる人がいたとしても自分がやってることって世の中を本当に変えることじゃなくてガス抜き程度にしか慣れてないんじゃないかなっていう苦しみがあったんですけど もう6年の任期でこれは身を引いた方がいいのかなとも思ったんですけどそうじゃないとここまで来たんだったらさらにこれを広げるために私みたいなある意味で永田町の中での分からず屋を増やしていくっていう活動をやらなきゃだめなんだと思ってで党にしたんですよね党になったんですけどだからどうしてこんなことも知らないんだ分からないんだっていうことでは多分会話は成立していかないし今変わらなきゃまずいだろっていうことの何かもある意味ちょっと お叱りに近いような言葉をこを受け取れるぐらいの心の余裕を持つ人って、そう多くないんですよね、もう、社会には、私はそう肌感覚的にそう感じるんですよ、だから一緒にやっていこうぜっていう、今、これが全てだと思わないでほしいっていう、もっといい社会作れるんだっていう、ここまで地獄極まる、10代、20代、30代が死ぬ原因の1位が自死、自分で命を絶つっていう社会がまともなわけないだろうっていう。 国民の54%が生活苦しくて86%の母子家庭が生活苦しいっていうのを放置し続けてる社会が当たり前なわけないだろうっていう。これ変えられるんだよって。何だってできるんだよ、権力取ったら。権力取ったら3500万円の猫ばばさえも無罪にできるし。権力取ったら国の文書を改ざんしても罪に問われないし。権力取ったら自分たちだけ税金安くしてみんなに重税を課すことだってできるし。権力取ったら みんなをもう道具のように使えるような低賃金に追い込むことだってできる。そんな権力の使い方をしたのが今までの者たちだと。逆の社会作ろうぜっていうことをやっぱり励まし合う、伝え合っていくっていう、そういう活動を最大化させることこそが一番の近道かなと思って政治の道に入ったんです。で、今の状況から考えるとこれがもう社会が変わるまでの間に社会が持つかな。 っていう心配もあるんですねここまで社会が壊れると社会を取り戻す、変える、それだけのエネルギーがあとどれぐらい残ってるだろうかっていうふうに焦っちゃう部分はあるんですけれど、でもまだこの選挙っていう制度が残されてる間は、これをやれることなんだっていうふうに思ってます。なのでワンチャンス、ワンチャンあると思って、ワクワクしながら全国をあの回ってるっていう状態なんですけどね。だから 一番の悲惨なことは何かしたら、やっぱ大人の諦めだと思うんですよね。人々の諦めっていうのが地獄を作るっていう。まあ、世界中が地獄みたいな状態になってるじゃないですか。ガザであったりとか、いろんなところでも。でも、あの状況、遠くのことだと諦めてしまう大人が増えれば増えるほど、その地獄はもう本物の地獄になり、もう取り返しのつかない状態にはなってるけれども、さらにそれが深まってしまう。で、この国内状況も目の前で銃弾や爆撃で人が死んでるわけじゃないけれども、 目に見えないそのような爆撃、えーえー、目に見えない柔軟的なもので人々はどんどん心を失ったりとか壊されていってるっていうのが進行してる30年なのでやっぱこのままじゃ死ねないなって思ってますで何よりも変えられるんだっていうそういうルールがまだ残ってるんだってことが希望でありで何よりもこの島においても 私みたいなものが来るということで、ちょっと何を言うのか聞いてみてやろうかなという人もいるかもしれないけれども、お時間作ってこうやって足を運んでくださる方々いらっしゃるっていうのは、ものすごく希望だと思うんですよ。最初、始まる15分前ぐらいに入ってきたときに、椅子に座ってるのは一人しかいないって聞いて、まあこれも一対一でも楽しみながらやろうっていうふうに決意して決めてたんですけれど、そこを開けたときに時間になって、皆さんいらっしゃったんで、またさらに気持ちが強くなったというか、非常にあったかいものを受け取ったというか、 あの捨てたもんじゃないと思うんですね自分一人で変えられるとは誰もが思ってないけれどもその力が合わさった時にとんでもない力を生み出すんだっていうことをもう一回みんなで確認し合うというその繰り返しなんだろうなと思ってますすいませんなんか答えになってるかどうかわかりませんけれどもありがとうございます太郎さんあの心からありがとうございますあの太郎さんがもし立ち上がってくれてなかったらとかふと想像するともうゾッとしますありがとうございますあのね いやもちろん私がね、もう芸能はいいやと、今やるべきことやろうと思って、その方向性が合ってたかどうか、今はチェックできませんけれども、今は評価できないけれども、政治の世界に足を踏み入れて、1人じゃ無理だと仲間を作ろうってことで、旗揚げをしてで、そこに賛同してくれたあなたが、で皆さんがいたから、4年で8議席になったんですよね、だからありがとうと言われる前に、ありがとうございますと言わせてください。 ありがとうございます。で、もう道半ばまで行ってませんよ。これ本当にだからここから加速していくっていうか。国会のややこしい人間たちを増やしていくためにも、えっとさらにつながっていただきたいとそういう思いです。ありがとうございます。